わちゃぴの音楽よもやま話。こんにちは、わちゃぴです。以前ポール・マッカートニーの弾くピアノの左手について紹介しましたが、今回はジャズ系のピアニストたちです。一流のピアニストたちはみんな弾けばすぐそれとわかるような個性的なフレーズを持っています。その中でも今回は難しいけどちょっと弾いてみたくなるかっこいい左手のフレーズを紹介したいと思います。ジャズ系のピアノで難しい左手というとストライドピアノなどが有名です。こんな感じのものです。基本的にはルートとコードを順番に弾きます。譜面だけだとそんなに難しくなさそうですが、オスカー・ピーターソンやアート・テイタムといった達人はこれをものすごい速さで弾きます。しかも彼らは手が大きいので、ルートと一緒にオクターブ上の3度、要するに10度の音を同時に弾いたりします。そしてその上で自在にアドリブをするのですから驚異的ですね。このようなストライドピアノはいろんなピアニストが弾いていますが、それとは違うちょっと個性的なものを紹介しましょう。これは4ビートではなく16ビートです。オクターブでドラ、シのフラット、シを交互にかなりの速さで弾いています。これはリチャード・ティーの有名なフレーズです。そしてこのように右手で細かいリズムのコードを弾いていきますが、左手が崩れることはありません。なんといってもグルーヴ感が素晴らしいです。では次はこれを見てください。これはミシェル・ペトロチアーニがよく使う独特のフレーズです。コード的には C7 ということになります。そして少しスイングしています。まず C7 のルートと5度をドソドソと順番に弾きます。そしてセブンスのシのフラットに半音下からアプローチ。次に3度のミにも半音下からアプローチします。そしてこれをずっと繰り返します。このような曲に使われています。この曲では少し跳ねたリズムで弾いていますが、もっと速いテンポで16分音符のように跳ねずに弾いている曲もあります。例えばソロピアノで演奏する Take J8 Train などでもこの得意技を使っています。このフレーズをずっと弾きながら、右手ではものすごいアドリブソロを弾いたりするのがすごいですね。最後はこのようなフレーズを紹介しましょう。これはミシェル・カミロがよく使う左手のパターンです。いかにもラテン系のピアニストといった感じです。少々リズムがわかりにくいので、カウベルとハイハットを入れておきました。面白いのは、4拍目に弾いている音が次の小節のコードのルートになっていることです。そしてそのルートを弾く前に、必ず半音上か半音下からアプローチしています。アプローチの音はほとんどその小節のコードの構成音になっていますが、2小節目のレのシャープや4小節目のファのシャープはコードの構成音ではないので、一瞬ハッとさせる効果もあります。リズムを見てみると、1小節目以外は1拍目の頭に音がありません。必ず1拍目の8分裏から入ってくるところが、このフレーズの難しいところでもあります。そしてこんな難しいリズムの左手をキープしながら、右手は自由にソロを弾いてしまうところが本当にすごいです。この曲以外にも、このパターンを使っている曲はいくつかあるので、調べてみてはいかがでしょうか。というわけで、ちょっとマニアックになってしまいましたが、
ジャズ系の天才ピアニストたちの個性的なテクニックをいくつか紹介してみました。ぜひ検索して本物を聴いてみてください。個性的なフレーズばかりですので、そのまま使えば誰のフレーズかすぐ分かってしまいます。ライブなどで使えば元を知っている人たちには受けるのではないでしょうか。ですが、オリジナル曲に使うのはやめておいた方がいいかもしれません。